社会人の俺、田中優斗は人事を任されていた。仕事が向いていたのか、20代としては異例なほどの役職に就いていた。就活生の面接を担当したり、労務管理をしたりしていた。ある日、俺は社員の配置転換を任されることになった。社員の適材適所のためという建前だが、実際は成果を出せていないから左遷させられるというのに近い。配置転換には当人の意思確認が必要となる。俺は配置転換の対象になっている社員と面接を行うことにした。田中さん、何ですか？私とお話がしたいって。あ、もしかしてご飯のお誘いとか？ダメですよ、仕事中は公私混同じゃないですか。桃園さん、落ち着いて聞いてほしい。君には今所属している経理部から移動してほしいんだ。え、それって左遷ってことですか？私が仕事中にミスが多いから。まあ君がミスが多いっていうのは否定できないけど、経理よりも能力を活かせる部署があると思うんだ。桃園さん、君には営業部に行ってもらいたい。桃園くるみさん、彼女は経理部一のトラブルメーカーだ。数字を扱うことが苦手のようで、これまでにたびたび大きなミスをやらかし、周囲の神経をすり減らしてきた。勤務態度もお世辞にもいいとは言えず、集中力は長く持たない上にすぐサボりに行ってしまう。営業部ですか？私に向いてますかね？俺は向いてると思うよ。君は誰とでもすぐ仲良くなれるし、人の懐に入るのがうまい。数字と向き合うより人と向き合うことの方が得意だろ。確かにその方が肩も凝らないですけど。桃園さんは人付き合いがうまい。とんでもないミスをやらかしても部署内の人間から嫌われていないのは、ひとえに彼女の愛嬌によるものだ。その能力は営業として大きな武器になる。結局人間というのは好きな人の勧めるものを買いたいと思うからだ。それに営業なら成果さえ出していれば、いくらサボっててもお咎めはないよ。本当ですか？最高じゃないですか。田中さん、私決めました。経理部から営業部に移ります。同意してくれてよかったよ。ひとまず桃園さんを説得することはできた。ただ次が難関なんだよな。田中くん、話というのは何かしら？ああ、日室さん、時間を取らせて申し訳ない。とりあえずまあそこに座ってお茶でも。必要ないわ。時間がもったいないから早く本題に入ってくれる？この後外回りに行かないといけないの。あ、はい、すみません。営業部の日室麗華さん、彼女の放つ威圧感はすごい。ただその圧の強さのせいで顧客からの評価は芳しくなかった。契約を取ることもできず、成果はあまり良くなかった。実は異動の話をしたくて。なるほど、私は戦力外だと。いやいや、そうじゃなくて、日室さんは営業部より向いてる仕事があると思うんだ。というと？日室さん、大学時代は法務部だったんだろ？それも首席だったとか。だからというわけじゃないけど、法務部に移ってほしいんだよ。私が法務部？ああ、法務は勉強意欲が必要だからね。他にも細かい作業をコツコツと積み重ねられる人じゃないと。その上、日室さんは正義感も強い。とても向いていると思うな。だからこれは左遷というよりは栄転だよ。どうだ、これで納得してもらえるか？そういうことなら、法務部が私を必要としているのなら手を貸すこともやぶさかではないわ。あなたの提案に乗ってあげる。営業部から法務部に移動するわ。っしゃあ、分かってもらえてよかったよ。配置転換をしてからしばらく経った頃だ。営業部に移動した桃園さんの噂が聞こえてきた。彼女は瞬く間に頭角を現し、ポンコツっぷりが嘘のように大活躍しているのだとか。社内でもトップの成績を叩き出しているらしい。そして日室さんもまた新しい場所で結果を出していた。彼女の持ち前のストイックな姿勢はホームという場所で開花した。契約書のチェックも一言一句針の穴を通すように正確で、絶大な信頼を得ていた。田中さんの言う通りでした。私、営業の才能があったみたいです。毎日いろんな人から褒められて会社に来るのが楽しいです。私も営業だった頃よりずっと毎日に張りがあるわ。あなたの口車に乗って正解だったみたい。感謝しているわ。俺はただ二人の適性に合った部署を紹介しただけだから。結果を出したのは二人の頑張りがあったからこそだよ。これからも同じ会社の仲間として頑張っていこう。それからも俺は何人かの配置転換をすることになり、その度に移動した社員は結果を出した。社員の適性を見抜く仕分け人として俺は社内で評価を得ていった。誰しも向いていることと向いていないことがある。それを俺が見極めて悩んでいる社員の助けになればいいと思うのだった。